やべえな、マジここまで来てさ、全種コンプできんかったら、え、マジ泣くんだけど、ここまで来て、せめて今日は絶対さ、ブリブリ王国の秘宝と、ヘンダーランド、ヘンダーもこの2枚は出さないと終われ。頼むぞ、マジで。ブリブリ王国の秘宝と、ヘンダーランドよ。いやーもう被る、全、被りまくったもん、前回ね。全部、1枚ぐらいは埋めたい、マジで。1枚ぐらいは。頼むぞ！トゥトゥルトゥトゥトゥ、アメイガオ。すやー、つれーなー、ジャッキー。怖すぎる。何回見ても怖いな、畜生。リゼロくれ、ちっちゃー！一発目から被った。もうダメなんか、もうこの被り率よ。今年もさ、新しい映画の時にさ、多分出ると思うんだよね、せんべい、しんちゃんせんべい。もうこの調子で被りまくったらもう無理よ、被りよ。どんだけ被るんだよ。もうなんか、もう5、6枚来てるよ、これ。落書きングの上。マジで？ちょっと待って、1枚くらいってやろ！ブリブリ王国の秘宝。ブリブリ王国の秘宝。ルルルル。それか、ヘンダランド。ヘンダヘンダよ。ルル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 つうか、あの、あ、操り人形か。操り、キャカラクリじゃねえよな。操り人形。俺は、誰の子？忍者の子。おー、やった！初入った！ 2020 年、これは最近だよな。ある日、野原家に一人の女性が訪れる。血を目となるその女性の口から信じられない言葉が、私、しんのすけさんの本当の親なんです。ヒロシとミサイは戸惑いながらも、血を目を追い返すわけにもいかず、その日は野原家に泊まることにと、しかしその夜、謎の忍者軍団に、血を目としんのすけが吊るされてしまう。果たしてしんのすけの運命は？おー、ドキドキしてきたね。読んでるだけでね。やったぞ、ついに初来た。よし、オッケー。埋まったぞ、一枚。ありがとう。ありがとうございます。いや、この一枚が重い。一枚が重い。マジ、この一枚がすっげえ重たい。やっと埋まったよ。久しぶり、動画にしたら2、3動画ぶりじゃない？埋まったの。ずっと被ってたもんね。やった、これ波に乗るぜ。このビッグウェイ。あ、ちょっと待って。引っかかった、くそーくじかれた。あー、やっぱりスパイ対策、くそーレモンちゃん。顔の白最後に広し顔ね、何回見ても面白いね。いやー、くそー一枚出たのにな、波に乗れなかったか。これ、ブリブログ、ブリ。それがヘンダーランド。ヘンダーランドがブリブリ、ブリブリ、ヘンダーラウンド。いや、コンプまであともう少しなのに、ちくしょ。なんとかコンプをさせてくれー！あー！まあ、いい話なんだけどさ、つばきちゃんにね、しんちゃんが恋すんねえね、これもう。いやー、しんちゃんの恋の物語ですよ。ということで、うわ、まあ、でも、駄菓子だね。全部かぶり地獄が駄菓子で、なんとチンプーね、ようやく来てくれます。よっしゃ、オッケー！おっしゃ、オッケー！マジオッケー！いや、よかった、出て！チンプーデン。おーし、あと、コンプリートもうちょっと、半分はもう超えてるから。あと少し、いや、こんなに被んのか、毎回。まだまだあんのにね、くそ。この被り率よ、この被り率に勝たなきゃコンプはできない。また次回ね、次回こそブリブリ王国の秘宝とヘンダーランドでお会いしましょう。なんとか出さんだな、この2枚は。コンプできないにしても、この2枚絶対欲しいんだよね。